どうもつです。今回はですね、口角を上げる方法をやっていきたいと思います。はい、皆さんうまく笑えてますか？はい、結構ね、なんかこう笑った時にうまくこの口角が上がらないという方にね、ぜひ実践していただきたい内容となっております。で、この口角上がらない方って基本的に2つ特徴があります。で、1個がこの口角を下げてしまう筋肉が固まってしまっていること。で、もう一個がこの口角を上げる筋肉と表情筋ですね。表情筋をうまく使えてないということなので、今回はその2つにアプローチしていきたいと思います。はい。で、まず一つ目はここについている口角下正筋という筋肉ね。そこが固まってしまうと、こういう感じに、こう、口角下がってしまいますので、まずそこをほぐしていきます。で、やり方としては、ちょうど口角のこのね、この辺り、ここからピピピって下げて、ここをこういう風にほぐしていきます。これを1分間やっていきます。では行きます。よーい、スタート。はい、こういう感じで、ぐり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 。ぐり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 。はい。で、ちょうどこのフェースラインのこの顎先の方までやってください。はい、ここ固まってしまうと、まあ、最初にも言ったんですけど、やっぱり口角を下にね、引っ張ってしまって、それが、こう、笑った時に口角を上げにくい原因になってると思うんで、皆さんね、ここ固まってる方多いと思います。はい。こういう感じ。で、あとは、口周りのね、脂肪多い方とかもすごいこれね、効果的ですので、この口角下正筋、いろんな効果があります。はい、グリグリグリ、特にここら辺かな、この辺ね、固まりやすいんで、ちゃんとほぐしていきましょう。はい、 OK です。はい、そしたら今度はこう口角を上げます。はい、こう笑う練習ですね。笑う練習を1分間やっていきます。では行きます。よーい、スタート。はい。で、ポイントとして、こう、上げた時に 5秒ぐらいかな。5秒ぐらいキープして、4、5で戻す。もう一回行きます。キープして、戻す。はい。で、最初ちょっとやっぱまだ表情筋使えてないっていう方はちょっとね、こう指で補助しても大丈夫です。戻す、洗って、戻す。はい。で、この笑う筋肉を鍛えるとうまくね、口角上がるようになります。はい、OK です。はい。で、今のがですね、口角を上げる方法です。いかがでしたでしょうか？結構まあ、笑顔だったりとか、笑った時に口角の高さ、うまく笑えないという方はですね、ぜひですね、皆さんやってみてください。では、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方もお願いいたします。ではまた。